んです、まずはいつも通りね、私の、オンラインサロンの告知の方から、こちらの QR コードからね、私公式のオンラインサロンの方に、入会することができます。まあこちらの方はね、主に政治哲学のお話をさせていただいてまして、で、どういったね政治家を選ぶべきか、どういった人に政治家になってもらいたいのかということをね、お話しして、で、その中でこういった人たちと一緒にその世の中のね経済を良くしていこうよというねお話をさせていただいてますので、ぜひぜひ興味のある方はよろしくお願いします。今日はですね、以前にも、私のチャンネルで、少し取り上げた、オリーブの木ね、その当時はピープルパワー TV でしたけれども、の黒川さんのね、まあ動画を撮ったことがあります。でその内容がですね、まあ、パソナ竹中平蔵に対してのデモ活動ということで、このどん底経済を作ったうちのね、もう一人と言っても全然過言じゃないね、そんな人に対して抗議をするという、まあ、意義高いね活動をされていてですね、それに対して、私はエールを送ったわけですけれども、まあ、現在ねその黒川さんは、参院選ね、に出馬してですね、まあその時は、まあ、議席はね獲得できなかったわけですけれども、ですけれども、まあそのオリーブの木という政党の党首としてね、現在も活動されていてですね、この今後もね精力的に活動されるということで、でね、動画の方もねチャンネル登録者数もそうですしね、どん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 成長されてですね、まあ、素晴らしい、もう僕なんかね、全然太刀打ちできない相手のねになられましたけれども、ドイツ銀行のね、破綻について、いや、はたまたねソフトバンクグループの、破綻についてとかね、大変詳しい内容をね、皆さんにお届けされています。で、まあ竹中平蔵に対してのねその社会活動だったりとか、まあもっと前で言うと加計学園のね、活動だったりですとか、まあ本当にね、裏の取れたね、まあ精度の高い情報で、まあもともと黒川さんはね銀行にお勤めだというね情報もありますのでね、本当に金融に関してのね知識も豊富だなと、本当にね感心する部分が多いんですけれども、先日ね、まあ黒川さんが動画を上げてらした金融資産課税というね、お話、現在のね消費税はいかに愚策かと、この、数十年の間にですね、これほどまでにね、上がったことによって、ね、こんなにも、ひどい状態になっているんだというねお話を、まあずらずらっとねお話しされていました。しっかりとしたね、お話だったんですけれども、 MMT の話になった途端にこれまでの、裏の取れた情報のね精度の高いお話をずっとされてきたその黒川さん、 MMT に対しての知識浅、めちゃめちゃ浅知恵、びっくりしました。なぜこんなにもね、いろんなことをね、まあ、探求されてね、詳しくなられた方がなぜ MMT に関して、ね、マクロ経済に関して、ね、財政論政策論に関してなぜこんなにも浅いのか、ドン引きです。はい、でいやいやお前そんなん言うけど批判ばっかりせんと、ちょっと何が浅いのっていうね、ご指摘もね、オリーブの木を支援されてる方とか応援されてる方からするとね、そりゃ納得いかないと思いますので、まあ、今日はね、まあ、黒川さん自身はね本当にね、素晴らしい、ね、方の一人だなと思いますし、私もね対米従属は反対ですからね、そういったところもね、本当に支持できるんですけれども、ただね MMT 論ね、財政論、まあ、この辺に関してはちょっとね黙っといていただきたいなと思います。で今回黒川さんはですね MMT に関して、そのまあ簡単に言うとですね、国債バンバン吸ってね、借金膨れまくらしても問題ないって言っている MMT ってやばくねっていう話なんですよ。はい、
で、まあ、自国通貨建ての、日本は、どれだけ国債を発行しても、破綻しないと。だから国債を発行して赤字国債を発行しまくって、借金しまくって金すりまくっても問題ないっていうことをすると、インフレになった時にどうするんだ、しかも赤字体質から抜けれないぞ、だから MMT のことを懐疑的に見ているみたいな話だったんですね。で、この MMT をすることによってこういった、副作用がありますよというお話をされています。まあ指摘するところはたくさんあるんですけれども、まずですね、そもそもの話をさせていただくと、 MMT ね、現代貨幣理論、現代貨幣理論というのはやるとかやらないとかじゃないんですよ。現代貨幣理論なんで、こういう理論ですよ、こういう理論で今お金というのは回ってるんですよという単なる事実を説明しているだけなんですね。リンゴから手を離すとリンゴが落ちる、これは万有引力ですよね。ね、万有引力をやるとかやらないとかじゃないじゃないですかね。万有引力というそういう理論があって、だからこそ落ちるんですよとね。MMT を行うことによってとか、行うとか行わないとかっていう選択するもんじゃなくて、 MMT は今現在進行されてて、これを信じれるか信じれないかの話なんですね。はい。で、信じれないってどういうことなのかっていうと、よく言われるのが天動説と地動説ね。まあこういったのもまあそうですし、例えばですね、ちょっと汚い話になるんですけど、ね、トイレの U 便座ってあるじゃないですか。 O 便座じゃなくて U 便座ね。 U 便座のあの間のところにね、こうね、ちょっとまあ尿がついてたりとかね、することがあると思うんですけれどもね、よくですね、女性の方がですね、男性の方にもう座ってやって飛ぶからみたいなね、ことをね、よく言うんですよね。で、男の人がね、こうね、まあすることによって汚れると。ですけれども、これね、実はあの U 便座のここ手前のところの汚れはね、女性の方の汚れがほとんどらしいんですよね。ということは、あれ男性が汚くしてるってみんな思い込んでますけど、ね、実は女性が汚してる確率の方が高いと、あの U 便座に関してね。これを聞くとですね、女性の方はね、嘘をつけ、それ信じるかね。だから今までね、男の人が汚してるんだと思ってることが、そう説明されてもなかなか受け入れられない。まあこれと一緒なんですよね。だなので、まあ MMT をするとかしないとかじゃなくて、 MMT なんですよ今はっていう話です。で、まあね、黒川さんが、まあ、あの中でね、2点おっしゃってたね、その国債赤字に関してと、インフレ、についてなんですけれども、まあ、これもね、散々言っているんですが、まあ国債赤字というのは単なる貨幣発行残高なんですね。はい。例えば、赤字をなくすということは、徴税で返していくということですから、皆さんの財布から返していくということですよね。ということは、ね、今、消費はもちろん停滞しています。ね、赤字をなくしたら、もっともっと停滞するということですよね。で、まあ、黒川さんがあの動画の中で言っています、まあ、金融資産課税というのは、あの、MMT を理解している方も、すればいいんですよ。した方がいいし、そんなこと言ってるじゃないですか。で、なんか MMT なんかしなくてもいい、金融資産課税をすればいいじゃなくて、MMT の中で金融資産課税もしたらいいんですし、で、消費税もなくしてったらいいし、累進課税制にしたらいいし、だから、その何々を選ぶとかじゃなくて、今デフレなんでしょ。デフレやったら、思いっきり大きな政府、反緊縮ですよ。っていうことをすればいいんです。だからそんなね、トリッキーな話じゃなくて、いや、MMT のという概念の中でそういうことをやってったらいいんですよ。ただただそれだけ。で、インフレ率を抑制できないって言うんなら、これ散々言ってますけれども、増税をするって一番難しい状況ってどういうことですかね。みんながお金に余裕があれば増税されても、まあそんなにブーブー言わないですよね。
でもお金がない時に増税したらブーブー言いますよね。ってことは一番難しいのはどういう時かって言ったら、みんなお金ない時です。生活苦しい時です。こんな時にできるはずがないんですよ、本来ならば。ね、だってこれは国民を痛めつけるね、要するに足骨折しているその上からさらに骨を折るのと一緒ですから、最悪ですよね。そんなことできないじゃないですか、ね、それができてるんですよ。インフレの時に増税なんかできるはずがないっていう理論もおかしくて、デフレの時に増税なんて本来できるはずがないのにできてしまってるってことは、インフレの時の方が増税はしやすいんです。健康な時に激しい運動はできますよね。で、体力の消耗はできますけど、不健康な時に激しい運動はできないじゃないですか。でも不健康な時に思いっきり激しい運動ができてしまっているっていう状況なので、健康になった時はそれはもっと激しい運動できるでしょ。なので、そのね、やるとかやらないとかっていう理論とかね、こういうインフレの話とかってなんで起こるのかなんですけど、要するに財源論で物事を全て考えるからです。財源論、つまりお金というのはもう決まっていますよと、この世の中にお金の量は決まっていますよという話を前提にしているんで、これね、全く理解ができないっていうことなんです。だからね、まあ黒川さんの動画ね、また下 URL も貼っときますんで、ぜひ参考に見ていただきたいんですけども、財源の話をされてますね。で、黒川さんね、もともと銀行関係のお仕事をされてたということなんですけども、本来はですね、銀行の人間はそのね、財源論にね、陥りにくいはずなんですよ。というのが、まあ本来ですね、銀行というのはですね、まあ、貸し出す時にどういったお金を貸し出しているのかというと、ね、誰かの貯蓄をこっちに回しているなんてことはないんですね。だから要するに誰かの貯金があるからお金を貸し出すとか、そういったその財源論じゃないんですよ。じゃなくて、誰もお金を貸し出している人なんていなくても貸し出すことができる。要するに何かって言ったら、貸すっていう行為は何かって言ったら、書くっていう行為なんですね。はい。100万円貸してくださいって言われたら、通帳にバババって100万円って記入したら、もうそれで相手に100万円が届いたと。誰からも受け取ったわけでもなければ、誰かのまた貸ししたわけでもないんです。これを万年筆マネーと言うんですね。まあ、もう分かりやすいのは小切手ですよね。あなたが小切手をバーッと書いて、パッて振り出した時ってどうですか？世の中に100万円が増えたんですよね。それと一緒ですよ。ね、バババッと書いて100万円って言ったら、世の中に100万円がボーンって現れたってことなんですね。じゃあ、小切手書いた時も、ね、その時、この小切手は100万円。で、あなたの資産はまだ100万円ありますよね。だから、世の中にプラス100万円されたのと一緒です。だから、万年筆マネー、銀行の貸し出しも全く一緒なんです。で、それをされていたはずなんですよ。ということは、財源でも何でもないですよね。国家はスペンディングファースト。要するに先出しの後もらい。財源ではなくて先に書くだけ。ね？いや、銀行員の方というか、銀行関係のお仕事されていた方なら、この辺の財源論はね、出てこないはずなんですけれども、黒川さんが財源論が語られるということはですよ。もしかすると、本当にこの辺の話苦手なんだと思うんですよね。はい。あんまり理解してないんじゃないかな。わかんないですけどね。まあ、影響力のある方なんで、まあ、ひろゆきさんとかにしてもそうでしたけれども、影響力のある方で、ね、まあ、信じている方も多いと思うんで、だからこそね、黒川さんの言ってることは全部正しいと思ってる人もたくさんいると思います。だからこそ間違ったこと言わんといてください。で、わからへんやったら言わない。で、誰かの情報を参考にして言うぐらいの感じでいいと思うんですよ。ね、この分野に関しては誰々の話を聞いてくださいぐらいでいいと思うんですよ。わざわざわからないことも自分で知ったかぶってね、話さなくてもいいじゃないですか。ね、だから、ね、影響力のある方が、ええ加減なこと、
ね、むちゃくちゃ言うてることに関してはしっかりとね訂正させていただく、まあ、これが私のねスタイルなんで、であとはね、まあ、僕自身ねこのチャンネルは、まあ、デフレ脱却っていうのをテーマにして、まあ、経済初心者の人でもね極力分かりやすくね、いろんな、まあ、難しいことをね噛み砕いて、お届けすると。であとは間違ってることに関しては徹底的に訂正させてもらう、まあ、これがね本筋のね、まあ、私の動画のテーマですので、まあ、今回はね、オリーブの木代表のね、黒川さんの、MMT 批判について、解説させていただきました。ということで本日の動画が面白かったなとかためになったなと思っていただけましたらチャンネル登録の方よろしくお願いします。あとですね、私、Twitter アカウント、下の方にね、URL ありますんでそちらの方からフォローの方もよろしくお願いします。ということで本日はこの辺で失礼します。